し行政情報番組まるっとつがいどです。さて3月は卒業シーズンです。今年卒業を迎えた皆さんおめでとうございます。それぞれの門出を迎え、今は4月からの新たなスタートに向けて準備を進めている人もいらっしゃると思います。進学や就職などで期待や不安が入り混じる時期かもしれませんが、一つ一つの出来事を楽しんでいけるといいですね。それでは今回のまるっとつがいどの放送内容です。町の出来事では、2月26日月曜日に行われた北消防署の開所式の様子と、3月3日日曜日に津リージョンプラザお城ホールで行われた第10回郷土芸能ふれあいフェスティバルの模様をお送りします。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回のテーマは眠りの質、快眠で免疫力アップです。津市の放課後児童クラブの活動の様子を紹介するコーナー、探検学童クラブ。今回は豊野放課後児童クラブが登場します。定例記者会見での市長からの発表内容をお伝えします。